で、なんでこんなに問いにこだわるのか、なぜ問いが大事だと思うのか、これから4つほど理由を挙げてみたいと思います。私自身がどんな山城捕獲を作ってもらったらいいのかなって悩んでいた時に、ちょっとたまたま見た番組があります。その番組を見て、問いは困難を乗り越える助けになるなって思わされました。どんな番組だったか。最弱チームは変われるか、桑田と東大野球部っていう NHK クローズアップ現代の番組でした。私も初めて知ったんですが、東大野球部というのはどうも弱いらしいです。負け続けて56連敗、3年近く勝ち星なし、辛いですよね。どうにかしたいということで、特別コーチとして元巨人の桑田真澄さんが着任したっていうところから番組が始まりました。桑田選手知ってる人どれぐらいいる？あ、ちょっと世代を感じさせることで後ろの学生の手が上がりましたが、実は私野球を全然知らない、ほとんど知らないんですが、そんな私でも知ってるぐらい桑田真澄っていうのは強いピッチャーなんですね。PL 学園から巨人軍に行って、もうエースとして活躍した選手です。で、東大野球部は反面もう負け続けで、その東大野球部にいる選手たちがどんな発想になっていたか。今までの練習時間で勝てないんだったらもっと練習するしかない、練習量イコール上達だっていうんで、なんと1日12時間以上練習していた。朝の6時半から全体練習、午後はポジションごとのトレーニング、さらに自主練習。大学の教員としてはいつ大学の授業に行ってるんだろうとちょっとだけ思いましたけども、まあこれだけやる根性ってすごいですよね。だけどクタクタになると思いません？現にクタクタなんね。一生懸命頑張るんだけど、出ても出ても試合に負ける。で、桑田さんがコーチとして着任して何を提案したか、常識を疑えってことです。つまり疑問を持てっていうふうに言いました。具体的には、そんなにダラダラ練習しても疲れてしまって集中力は持たない、だから短時間集中で練習しよう、それからピッチャーに対してはいろんな球をね投げて練習しても全部中途半端に終わっちゃうから、徹底的にアウトローを練習しよう、これは外角低めのストレートなんですかね、バッターにとって一番打ちにくい決め球になるボールなんですか。でね、もちろんマウンドに立つとコーチも監督も助けてくれないわけだから、桑田さんいろいろ言いたいことがあるんだけど我慢をする、自分で考えて変わる力をつけなきゃいけないんだっていうふうにおっしゃってました。で、東大野球部がどうなったか、番組の中では残念ながら勝つとこまではいきませんでした。ただボロ負けの状態から接戦を演じられるぐらいまでは盛り上がってきました。確かに力が変わってきてるっていうのを見てる素人の私にも分かりました。あ、すごいな桑田さん、さすがだなと思いましたが、もっと面白いなと思ったのは、なんで桑田さんがそういうアドバイスができたかってことなんですね。桑田さん実は高校時代野球選手としては小柄だということで、なかなか最初苦労されたみたいなんです。小柄というハンデを克服しようとして猛練習をするんだけども、疲れちゃって集中できない。で、当時としては異例なことだったらしいんですけれども、監督に進言をして、毎日毎日練習するんじゃなくてボールを投げない日をあえて作りたいですというふうに提案をしたんだそうです。大事なのはこの間ですよね。当時としては異例の進言ができた、なぜか。それは桑田さん自身がこのままでダメだ、どうしたらいいんだろうと、しっかり立ち止まって問いを持って考えたっていうことがあったからなんだと私は思うんですね。